はい、皆さんこんにちは、ピカです。北斗が如くやっていくよ。よし、そしたらラホウがね、ラオウが攻めてきたらしい。左下検問所にいる剣王のもとへ急げ。早速来てんのか。肉3つしかねえなこりゃ。ということはじゃあまず肉を買ってくる必要性があります。いやー、これ同じ大回復でもなんかね、加算、なんだっけ、モヒカンか、モヒカン買ってたんだけど違う店でね。これ紹介服か。3800円だったような気がする。一応これ3つ買っといて、まあこれを、これも、これ4つ買っとけ。ありがとうございました。ケンシロウさん、何ですか、くしゃみが出そうなんです。今ちょっと待ってください。あー、なんか不発です。気分が悪いです。行こう。待てません。いるし。いや、怖いから。ラオウ、なぜ貴様がここにいる。ケンシロウ、お待ちしておりました、剣王様。約束通りユリアを受け取りに来た。受け取るだと？どういうことだ？貴様よ、ユリアは奇跡の間にいるのか？はい、ここにいるケンシロウさんが山頂から生存を確かめております。ならばそこへ案内しろ。ですが剣王様、スフィアシティの扉は固く閉ざされており、中に入ることはできません。ナダイはどこにいる？剣王様、申し訳ありません。父は3年前に亡くなりました。何？ナダイが？剣王様、ナダイが死んでいるのならもはや手遅れ。ならばスフィアシティは完全に目覚めるであろう。ラオウ、どういうことだ？ケンシロウ、貴様は山頂からユリアを見たのだな。それがどうした？貴様よ、その山頂に案内しろ。仰せのままに。ラオウ、全てを知りたくば貴様も山頂に来るがよい。何がどうなってんだ。とにかく俺たちも山頂へ向かおうぜ、ケン。鬼月村を目指せ。山頂か、どっちだ。あ、車か。
車嫌だ。実際の車は結構好きだけど。あいつはドイツだ。あ？これか。臭い息を吐く。耳が。鼓膜破裂です。いって、なに？赤くなったらなんだろう。赤くなったらもしかして攻撃ってことなのかな。いやでも一瞬だぜ。げなんだこいつ。お前ショットガンで撃てや。まあ、時のね、あの爆中はね、真正面敵との距離を置くだけでね、あまりにあまり、まあ、かっこいいけどあまり使えないというか、ケンシロウさんですよね。ええ、そうだ。私行商の者ですが、トキ先生から手紙を預かっております。トキから確かに渡しましたよ。トキの手紙。ケンシロウ、剣王軍に妙な動きがあるという情報が来ている。エデンへの侵攻ではないようだが、ラオウも何か行動を起こそうとしているようだ。決戦の時が近いのかもしれん。剣においても万全の準備を尽くす必要がありそうだ。カサンドラで待っているぞ。なるほど、修行しに来いっていうことか。わかったよ時兄さん。あと読み仮名を振っておいてほしい。剣、もう一人の兄貴は何だって？漢字読めたか？いや、読めなかった。俺とラオウの戦いを予見している。まだ俺に知らぬ極意があるなら、トキの元へ行く必要がありそうだ。剣も剣王とやり合うつもりなのか？そうだね。それが宿命であればだ。まあ何せ俺も付き合うぜ。カサンドラによって万全が変えるなら俺も賛成だ。分かった、カサンドラ行くぞ。バット、ケン、カサンドラまでお願いします。一応給油していきます。ガソリン満タンお願いします。廃屋でお願いします。ジャングレ。来たぜ。車にも乗れるし、気分も乗るし、だからどうした？ああジャングレ。
なんか前にゴロツキがいるぞ。ゴロゴロとな。あれはチャージで振り切る。あ、ここか。もう道は覚えてきたぞ、だいぶ。これさ、ファストトラベルできるようになるのか、結構めんどくさいぞ。これ何回も行ったり来たりね。できるんだっけな、説明あったっけ、忘れた。ドギー、もっと近くにいてくれねえか。今の状況を伝えます。ついに時が来てしまったか、ケンシロウ。覚悟はできているか。ええ。私の剣の極意を体得していれば、今のお前であればラオウも知るずぞけられる だろう。わかるな、てめえ。噛んでるんだよ。万全を尽くせ。そのためにここに来たんだろう。ええ、ああそうだ。うん、どうした、まだ私に用があるのか、教えてください。宿命。連続飛行、時を倒すつもりで戦いに挑め。さらに戦いの中で時の飛行攻撃を体感することで、新たな時の極意が体得できます。兄さん、どういうことですか、兄さん。疲れまくったぜ。トギニさん、あー、トギニさん。バカ野郎、兄さん、いくら兄さんであっても言っていいことと悪いことあります。兄さん、あれ、そう、飛行が卑怯です。言ってんの、お前つき放題だろ。そりゃお前飛行痙攣してる時にまた改めてつくんちゃう。兄さん、悪いな、本当に死んでもらいますよ、ね。
兄さん。兄さん、本当にいい加減にしてください、兄さん。それやめろ、それやめろ、お前。それやめて、兄さん。マジで。起き上がりで避けんのやめて。それはやめた方がいいと思う。絶対嫌われる。うん。兄さん。兄さん。百裂拳。ドキ、大丈夫か？大丈夫だ。まだまだやれるぞ。ところでケンシロウ、何かつかめたか？ああ。オッケー。視聴生転倒時へ連続飛行か。強いのか？私は死の灰を浴び、死期を悟ってからも自らの剣は、剣の追求はもと止めていない。日に日に衰える体力を使わず、かつ大勢の敵を相手にする、そんな困難を超えるための方法が今お前も手にした極意だ。これからもお前は多くの者に命を狙われるだろう。その時にこの極意を思い出してくれ。あの疲れた快感を。はい、兄さん。ありがとうございました、兄さん。あれ、あんなやついたっけ、兄さん。誰ですか、あれ。しもべですか。ちょっと見てきます。登れそうにねえな、俺。何見てんだな、こいつら。何見てんの、これ。スフィアシティ見えるのか、これ。見えねえな。登れねえな、あいつ。どうやって登ったんだろう。わかりません。兄さん、80センチジャンプできません。兄さん、これでいけばいいのかな。ジャングル隊長、先ほどキサナ様と剣王が。ああ、俺たちも最長に向かうところだ。あの、何が起こっているんでしょうか。それを確かめに行くんだ。よし、急ぐぞ、剣。ご分を。よし、これで解放できただろう。 OK。 よっしゃ。これはなんだ。ああ、はいはい、連続飛行ね。これまだあんのか。え、これどっから。あ、ここか。そしたらなんだ。ちょっと待て、まだやらねえと勝てねえかな。ここまだあったか。やっべえな。ここでいいよね。よし、で
回避。うん、これやってねえけど、ちょっと。まあ一応行ってみっか。飛行チャンスにしやすい。耐久値減少プラス 10%。これもやっておく。これは体勢を、はい、体勢を立て直し、ダウンを回避。うん。OK、これで、待て。こっちはなんだ？ああ。やっとくか。よし。立ち状態で丸長押し2段階？まあこれ、まあ丸ボタンのコマンドは出ないかもしんないけど、まあ運よけよかったらつけるっていうことか。そういうギャンブルやってる暇ねえんだよ、あれだけのスピードでは。敵が吹っ飛びやすくなる。まあダウンしてもね、すぐまた先ほどの時のとの戦いみたいにね、ダウン起き上がりで飛行そうとしてもダウンしてもすぐ回避しちゃうからね。耐久値減少 50%、 これやっとくか。いやー、いや、一個足りねえし、くそ。まあまあやっとけ。どんどん飛行ついていかんとね、やっぱね。が一個足りなかったか。よし、まあいい、行こう。どこだ、こっちか。お、あ、隊長、ケンシロウさん、お待ちしておりました。キサナの警護、ご苦労。この先にキサナはいるのか。それが、剣王の命令だから少し少人数で登ると言って、大半の衛兵をこの村に残して山頂へ行ってしまいました。なんで、噛みついてでも護衛しねえんだよ、お前。すいません。自分もそのつもりだったんですが、剣王の目が怖いんですよ。睨むんですよ。たく、剣。俺は一足先に村の外に、外れに行ってるぜ。村に残っている部下たちに話を聞いてくる。わかった。あまり噛みすぎるなよ。ああ。もやもやしている。お前誰だっけ？募集、何かご入り用でしょうか？アイテム買いたいよ。あ、これはいいよ。ちょっと待って、これ35万、え、3万、ゲロロ、22万、防御力25。いや、剣王を前にしてこれか。俺の防御力今5とかだぞ。どんだけ強いんだろうか。こりゃカットカント即死だろ。まあ、いくら、まあ、ミッションで、まあ、レイからね、肩パッドもらったように、
強いのもらえるからといっても今買っとかんとね即死だろこれ。もったいねえけどな。うん、ちょっと装備させてくれ。達人のシャツ12から、はい、よし。これはボトムス、これにしろ。達人ボトムス持ってるじゃねえかお前。切ろやお前。いや、え、これをだ、これにしろって、うん、で綺麗な布ってなんだよ布巻いて剣王に勝てっかっちゅうの。これは綺麗な布しかねえな。んこれはなんだ、鈴で剣王の防御位置か剣王の興味をそそるというね、うん、絶対興味持たんと思うけどね鈴はね、うん、あーすいません、鈴を何とかしてくれませんか。やべえ、アクセサリー売ってねえな。せめて中級肉買っとくか。ちょっと待って、か、個数。1、2、3、4。5くれ。装備売る。丈夫なシャツ1枚にボトムス1つ。で、いいよね。うん。なんだこれ。ああ、怪しい口紅、ユダのやつだよな。射程位置しか、ああ、射程って何の射程かと思ったら、まあリーチか、剣のリーチか。うん、まあ鈴、うん、鈴と似たようなもんか。まあまあいいわ、100円だしな。これでいいよ、売るよ。え、はい、うん、行ってくる。鈴攻撃だ。お、なんだ、鈴の音に釣られてきたのかお前ら。ケンシロウさん、隊長はこの先にいらっしゃいます。わかった、すぐ行く。おう、おい、あー、ケン、山頂に登るならしっかり準備していけよ。ジャグレ、お前は行かないのか。ああ、残っている奴らに話を聞いたんだが、剣王はキサナにナダイ様に関する話をしたいみたいだ。ん？ナダイの話？剣王はナダイ様とも知り合いみたいだからな。親子に関することかもしれねえ。キサナも俺には来てほしくなさそうだったようだ。何にせよ、そんな重要な話に俺は首を突っ込む気はねえ。そうか。ってことだからよ、俺には遠慮せずに行ってこいよ、けん。わかった。セーブポイントはねえのか。ねえけど大丈夫かおいねえぞマジで。ああ、鈴の音が聞こえてきそうだぜ。剣王様、このスフィアシティでこれから起きることをご存知なのですね。ナダイから全て手紙で知らせを受けておる。やはりそうでしたか。キサナイ、
あの奇跡の間の神殿が何かを分かっておるか。ええ、核ミサイルの起動装置ではないかと。そうだ、あの部屋の中央にある寝台に人が横たわり眠りにつくと、スフィアシティの扉は閉まる。扉の横の砂時計は砲台にエネルギーが充填されるまで残り時間を示しておる。つまりあの砂が全て落ちた時、このドームは完全に開き、発射の準備が整うと。眠る者が目覚め、寝台から背を離したその時、世界は再び核の炎に包まれる。ユリア様が起き上がった時、全てのミサイルが発射されてしまうということですね。ユリアの傷が癒え、目覚めるまでの間にこの扉を開け、奇跡の間から連れ出すつもりだった。だが名代なき今、もう扉は開かれぬ。名代は扉を開けられるのか。かつてこの軍事施設を発見し、閉ざされていた扉を開けたのは名代だった。なんだと。剣王様、あれは。ここが扉のようです、剣王様。ここはおそらく軍事施設、旧時代の遺物のようだな。そのようですな。まだこんなものが残っていようとは。しかしその遺物もうまく使えば、新時代を切り開くこともできましょう。壁の向こうには水が湧き出ております。この資源を使えば、ここにあなたの居城を築くことも可能。我が波動の礎になるために待っておったか。ならばまずこの扉を開けねばなるまい。北斗総将派、我が奥義総将派を跳ねのけるか。剣王様、ここは私が。名代、何を。我が剣、名と騎兵剣の極意は、陶器を雷に変化させ増幅し操ることにあります。この旧世界の危機の仕組みも我が剣によって乱せるかもしれません。見事だ、名代よ。はどうやら地下から水を汲み上げているようです。しかもその原動力である電気もここで作られている。ならばその電力はどこへ。剣王様、あの塔へ行くぞ、名代。剣王様、これは。お待ちください。ここに伏せし者、あらゆる傷が癒され無垢なる肉体へと帰り、その清らかなる身をもって新たなる世界の神にならん。
新たなる神が目覚めし時、神の殻は破れ、天空に新世界を告げる槍が解き放たれ。これは核ミサイルの起爆装置だ。何だと？良いか、ナダイユ。ウヌはこの水と電力を使い町を築け、その町の統治者となってこの施設の正体を隠せ。では剣王様は？我が波動にこのような異物は不要。ナダイユ、必ずやこの施設を守り抜け。剣王様。昔、父とそのようなことが。ラオウ、なぜお前がユリアを助ける？お前はユリアが欲しいのか？だがお前が世界を滅ぼすような危険を犯すとは思えん。答えろ、ラオウ。なぜそこまでユリアにこだわる？お前はユリアを一人の女だと思っているかもしれんが、ユリアには隠された真の価値がある。何？どういうことだ？貴様は知っておるか？ナント政権に語り継がれる究極の奥義を。究極の奥義？ナント政権108派、その頂点ともいえる奥義。その奥義の威力たるや天をも引き裂くと聞く。我が波動のためこの世の全ての剣を知り滅ぼす。それが剣王を名乗る我が野望であり本懐。その奥義を体得するには、ナント政権直系の血筋、ナント最後の章が必要だと。俺はその章を探し続け、やがてたどり着いた。ナント最後の章、それがユリアだ。何？ユリアか？故に俺はユリアを生かした。ユリアはなんと究極奥義の鍵、この時代を握るための鍵なのだ。だがナダイがおらぬ以上それも手には入らぬ。核ミサイルが発射される今、止める方法はただ一つ。命を奪うのみ。剣王様。邪魔をするな、ケンシロウ。ナダイは生きている。何だと？知りたいなら俺の剣に聞け。聞かず言え。俺は何があってもユリアをあの場所から連れ出し共に生きる。貴様はナダイが生きていることを俺に教え、あえて戦う道を選ぶか？ユリアのためにラオウ、お前を倒す。お前の野望もここまでだ。思いやがる。いい機会だ。違いを見せてやろう。二人ともおやめください。
これは俺たち兄弟の問題。口出し無用だ。ケンシロウさん。ここでは狭すぎる。山のふもとまで来るがいい、ケンシロウ。そこで貴様との決着をつけてくれ。いいだろう。おい、一体どうなってるんだよ。ラオウと決着をつける。ふざけんな。ああ、なんでそんな話になってんだよ。ったく、キサナは黙りこくったままだし、ついていった衛兵は剣王になんか打ち込まれてボケちまうし。ラオウが衛兵に飛行。あいつらだ、今は生きているが大丈夫か。急に爆発して死んだりしないか。記憶が失われる飛行を疲れている。山頂でのラオウの話をの記憶を消したに違いない。ラオウもスフィアシティの秘密は守りたいようだな。なあケン、どうなんだ。大丈夫だ、心配ない。しばらくしたら正気に戻るだろう。ああよかった。とにかくケンも死ぬなよ。何すればいいんだ。左下、決戦へ向けた準備をし、ラオウの待つ山のふもとへ向かおう。そっか、地図を見よう。ここか、まあ、途中に何かいる。どっち向きだ。逆か。途中に何かいるかな。キサナか誰かいるか。なんかセーブポイントねえのかな。決闘だぜ。キサナか誰かいますかと。あ、ここか。この先がセーブポイントなしだけど大丈夫か。はい、それではね、今回はここまでにしときます。ではまた次回、ラオウと一戦あるようでござる。レベルアップもできねえな。またね。